して、さらに田原選手のゴール劇的でした。ちょっと振り返っていただけますか。振り返る必要があるのかどうかわかんないですけど、僕以上に皆さんが、興奮してると思うので帰って見てみてください。ユニフォーム11番というのが目立ちますね。いやこれはね、11番をアピールしてるんじゃなくてね、今日サイレムさんね、なるほど、もう常にを今日してこうやって今日だけ BHC さんも愛してます。ありがとう。でも今日はサイレムさんのおかげで、あとビッグランクのおかげかな。おさあ、不安なステージ開幕勝利でした。これからに向けて、そしてスタジアムの皆さんにメッセージをお願いします。今日は途中で帰らずありがとうございます。また今日が、勝ったゲーム後には、楽しい催しがあるというように、選手たちも聞いてて、それが大事なということで、今日セカンドステージ、第1節で、披露することができて非常に嬉しいです。またいい姿を見せられるように頑張りますので、途中のことを途中に帰らず最後まで僕たちの後押しをお願いします。じゃないじゃん、これ。複雑じゃないとおかしい。あ、あれ